と、1980年から2000年までの20年間の間で、少なくとも3件のがあると。と、さらにもう一つ、小も起きていると。なんか祀られてますね。何？全部だ。囲われてる。なんか、殺があったからとかじゃなくて。じゃないね。違うんだ。これは、神様だよ。神様。あ、神様。ちょっとここ知りたいですね。なんだろう。あっちのあの遊具が、確かにちょっとこっちよりちょっと森の中って感じではあるね。これワンチャンさ、これ一応コンクリじゃん。じゃなかったらこれで全部燃えてたってことだ。あ、そうっすね。そうだね。あ、そうだね。下でね、火災があったですよね。この辺とか行ったらもう全然、この辺も全体的にこんな感じだったかもしれないですね。そう思ってみるとなんか雰囲気あるよね。真夜中に来たら多分、そうそう、ね、街灯も今んとこ見ない気がするよ。確かに。じゃあ整備はされてんの？この切り方ってちょっと信憑性ありますよね。なんか今伸びてんのって引っ掛けるとこがない木じゃないですか。あ、本当だ、うん。枝がないね。で、ちょっとこう手伸ばしたら引っ掛けれるようなのを切ってる説ありません？枝をね。ないね。どこにもないね。やたらツンツルてんですもんね。うん。いや、これちょっとちゃんと聞いたら出る可能性あります、ね。マジで。ということありまして、その噂されてるスポットって、近くの方が本当のこと知ってるんじゃないかっていうのをコンセプトに、あそこのワンパク公園って公園あるじゃないですか、あそこが若い子に心霊スポットだみたいな。あ、ちょっと聞いたことある。あ、聞いたことあります。うん、子供、はい、たちがあの中学生の頃、はい、よく話してましたよ。で、あそこほら、したところね。ああ、本当に実際にそういうのがあるんですか？うん、ありました。あ、そうなんですね。うん、それは確か子供の同級生です。同級生の親だったかな、お友達、同級生のお友達のお父さん、そういうの聞きましたよ。どれくらい前の話ですか？まあ、30年くらいじゃないかな。20年は経ってるけど、1980年から2000年までの20年間の間で少なくとも3件のやつがあると。あと一つ、あのそこの遊具のなんかちょっとこうトンネルっぽい作りの、ね、遊具でなんか、うん、あ、そう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 、それのことです。中で結局あれでしょ、少子でしょ、そう、確かそういうんじゃなかったかな。あ、そう、地質的に本当にそういうのが、うん、確かにね、新聞にも載ったような気がしたな。すいません、ありがとうございます。すいません、あの、足止めちゃって。あ、いいですよ。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。失礼します。こんにちは。まあ、昔から俺なんかも本当ガキの頃からそれ言われてるから、あ、まあ、それはしょうがねえなって言っちゃったんだからって。あ、だから夜はみんなあんまり行かない。あんまり行かない、みんな昼間行ったら子供とかわーって遊んでるけど、夜は死んない。で、たまに変な音しますそれもあんまり最近気にならないかなって。あ、慣れちゃった。慣れてない。じゃあ、ワンパク公園もまあ事実的にあって、まあ、そういう、昔からね、言われてきている場所っていうのがあると。で、結構、引きずるらしくて、みんなここ。その人が呼んでるのか、もう、ただ、怒っちゃうかいって言えば、僕が言うと、怖いんですよ。一件二件の話じゃないんですよ、ここは。あ、そうなんだ。僕住んでるだけで2、3回はもう聞いてくんで、地元この辺で、あそこまたなのっていう、あそこやめようかっていう、あの、正月とかやめようかっていう話も聞いたこともあるし、その神社さんで、そう自体を、それ一回やめようかっていうのもあって、知ってることがあればお聞きしたいなと思って、ちょっとお話伺ってまして、まあ、ただね、作者が何人も出てるのは事実。だけど、今更心霊スポットなんて何もないですよ。綺麗になってるし、神社もあるし。公園ってその事件が起きて綺麗にされたりとかってあるんですか？当時はもうちょっとこう、物騒として樹木があって見栄えも悪かった。うん、まあ若干ね。公園の奥の方か。奥の方。ちょっと心
日常されますね。あと水近くの水路、ちょっと今の現状だと分からない水路みたいなところで水害があったみたいな。それは裏の川でしょ。後ろの公園とは違う、公園の後ろに川流れてますよね。その川のところに年取った方が、なんか発火事故かちょっとそれよく分からんけど、じゃあそこは結びつかない話と。公園の中とは全然違う、後ろの川のところとか、なんかどっかから市内の人がたまたまこうフラッと来て、でももう今から20年くらい前だね。うん、そのくらいでしょ。ちょうどお父さんの言った通り20年前の話なんです。うん、そう、そのくらいです。神社の聖人様がこの、なんだろう、公園の後ろの方にありますけど、もう水もないですから。ああ、そういうことに水もなくて。確かに。なんか、例えば水とかだったらもう、はい、ということで、聞き込み終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ここに関しては、はい、未だかつてないんですけど、水死体に関しては、ここではないんだけど、近く。うん、まあ、そこがこう、こっちに持ってこられてる。うん、ただ、それは自体もありました。ほんと、僕らの聞き込みでは今までないんですけど、全部噂通りっていう感じでしたね。うん、問題が出て、まあ、答え合わせしたら、100点だったみたいな。うん、いや、ないよね、こんな連発が。いや、ない。なかなかない。なかなかないですよ、本当に。ただ、一つ言っときたいのは、ここをそれでも、今でもお子様だったり、親子だったり、うん、まあ、小学生とか、ちょっとした中学生とかはガンガン昼間使っていて、うん、よく神社でも、夜と昼間は顔違うよってよく言うじゃないですか、そういう人たちたちも。ここももしかしたらそれと同じで、昼間使う分には、昼間全然普段使ってるし、全然行ってるよ、そういうのがあったのも知ってるし、っていう人が別に何かあったわけ、悪影響をもらったわけでもないし、うん、それで何か不幸なことがあったわけでもない。そういう方もたくさん聞き込みの中でいて、うん、だからもともと公園って、昼間は遊んで、夜はこう使わない場所じゃないですか。うん、まあ、確かに。そのちゃんとしたルールを守った使用の仕方だったら、何の影響もないような公園。うん、ただ夜になると、そういうふうな、まあ、ちょっとした音を聞いたりとか、うん、まあ、そういうことが過去にありました。まあ、それも結局20年前で、おそらく僕らの聞き込みで可能性があったのは、この近くにある神社、そしてこの公園周りの木っていうのは、昔もっと生い茂ってた。うん、で、道路から見たときに、中がちょっと見えづらくて、うん、ちょっとしたこう、周りに木で覆われているような環境下だったから、うん、そういうことが起きやすかったんじゃないかってことで、神社もすごく伐採して綺麗になって、うん、この公園の周りも、さっき探索の時にも気づきましたけど、うん、枝を落としたりとか、いろんな細かい対策がされてる。うん、でも、あまりに大きな対策をすると、周りにやっぱこう、なんか来づらい公園になってしまうから、うん、さりげない注意喚起がされているような場所もある。うん、でそれをきっかけに20年前からそういうことがなくなったっていう感じなので、うんうん、結局対策をしたらなくなったんだから、割と物理的なことが原因で連鎖が起きてたんじゃないかっていう感じですかね。うん、そうだね。うん、この時ね、一応何かとこう改善されたというか、なって何もなくなったってことは本当に、まあ、すごくいいことだし、うん、まあ、周りから見てもね、こんだけこう、だいぶ、イメージはもう清々しい感じがするぐらい見通しもいいし風通しもいいんでいい場所だなって思ってたんで、けど、まあ、実際、まあ、過去に、まあ、そういうのが起きた事実があったんで、まあでもまあ今後はもうそういうのもないんじゃないかなと、まあ、今なければもうないよなっていう感じはしますね。まあ俺が夜一人で来たら怖いよ、やっぱでもそういうの、まあ、知ってたら、ね、知ってたら怖い、うん、で結構ほら意外と森は深かったよ、うん、まあまあ確かに森はありましたけど、うん、なんかグッとくるよね、グッときましたね。でもまあそうね、怖いです、うん、まあちゃんとした使用の仕方をすれば、うん、やっぱり楽しく僕らのこの今いない時に撮ってるけど、うん、本当にいつ来ても子供たちが遊んで親御さんたちが遊んでる場所なんで、まあそういった使用の仕方をちゃんとやっていけば、そのうち、あとも何十年もしたら、そうだ、なるような。何も、うん、噂自体も、もう、抹消されるような場所かなと、思います。で、感じでした。はい。
今日も動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントとグッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、じゃあね、バイバーイ。シルバーニナ、バーニナ、あの夕日みたく燃やしたい、でもまだ遠いみたい、どうにか届くようにまたバーニナ。いや、ドラゴンロングサイ MS レッドカーペット。シルバーニナ、バーニナ、あの夕日みたく燃やしたい、でもまだ遠いみたい、どうにか届くようにまたバーニナ。